コックピットが好きだ。デュランダル、カタパルト接続完了。これよりスタート体制に移行。まるでお母さんの体内にいるような、この広い世界で一人になることを許されるただ一つの場所。そんなコックピットにずっと包まれていたいんだ。スバル、相手は5機だ。やれるか？俺が無理だって言ったらコーディさんが代わってくれるんですか？無茶言うなよ。冗談ですよ。5分、いや3分で終わらせます。頼もしいね、我が軍のエースは。120秒後に射出、すぐに敵機と接触だ。死ぬなよ、スバル。了解。120秒か、それだけあれば。一本はいけるな。彼、スバル一ノ瀬にとってこの串カツはただのおやつではなかった。なぜならば、いや俺なら抱くね。敵兵だろうが、いい女なら機動兵器ごと押し通す。どんだけ性欲強いんですか。もうええよ。年上ばかりのパイロットたちの会話にうまく入ることもできず、気がつけば宇宙スムージーの成分表を暗記してしまうほどだった。優等生の兄ちゃん、ちゃんと食わねと大事な時に立たねえぞ。俺たちはいつ行っちまうか分かんねえんだしよ。大丈夫です。俺は必ず生きて帰るので。この串カツはスバルにとって便所飯、いやコックピット飯だったのだ。いただきまーと、ソースを忘れるところだった。ここは俺の聖域だ。ソースの二度漬けを咎める者もいない。全てが俺の思い通り。しまった、衣が。デュランダルのコックピットは今最悪の状況に。俺の聖域が油で汚れるのは避けたい。それにはまずティッシュだ。ティッシュが必要なんだ。射出20秒前。カツの下にあったキャベツとかが。カタパルト、水力正常、進路オールクリア。ちょっと待ってくれデュランダル。まだ一口も。デュランダル出撃。まだ一口も。さすがだな、スバル。周囲に敵兵なし、帰還していいぞ。スバル一ノ瀬、これより帰還します。面が綺麗なやつはケツも綺麗なんだな。ちょっと覗かないでくださいよ。優等生は体を洗うのにも時間かかんのか。あなたはいつも非常識だ。男同士なんだから隠すなよ。それとも何か隠さんといけないもんでもあるのか。スバルは幼い頃から人より離れた位置に乳首がついていることをひた隠しにしていた。失礼します。敵は何機いるんだ。おかしい、なぜかとてつもなく息苦しい。ここは俺の聖域のはず。コーディさん、回線つなぎます。どうしたスバル、呼吸が荒いぞ。酸素量どうなってます？80% 以上残っている。何の問題もないか。こっちも問題ない。まさか、
スバルは戦闘中だというのに T シャツを後ろ前に着ていた。しかも裏表反対に。どうして苦しいわけだ。敵だ。戦闘中だというのに俺は喉のタグが気になって仕方がない。嫌いにせかされて確認する余裕もなかったんだ。悪いのは俺じゃない。落ち着けスバル一ノ瀬、ここはお前の聖域、お前の世界だ。このコックピットの創造主であるお前なら何だってできるはず。戦いながら T シャツを着直すことなど造作もないことだ。まずは右、次は左。ダメージは最小限に抑えつつ、隙を見て残り一気に脱ぎ去る。今だ。ダメだ、ヘルメットが邪魔して脱げない。前が、この時スバルの中で何かが弾けた。落ちろ。誰にも見せることのできないネイキッドの自分をコックピットの中で解放する。落ちろ。終わった。よっ、殺せ。さよなら。宇宙歴156年、スバル一ノ瀬はお気に入りだった T シャツを宇宙に捨てた。エースパイロットスバル一ノ瀬は地球を守りきることができるのだろうか。